ゆめちょ YouTube チャンネル。本日ご紹介する植物はホテイアオイです。5月から6月頃になるとホテイアオイを購入するお客様がとても増えるんです。なぜかというと、水蓮鉢にホテイアオイを浮かべ、その中でメダカを飼育するお客様がほとんどだからです。ホテイアオイの根っこは非常に細かく密集しているので、メダカはこの根っこに卵を産みつけます。またホテイアオイは水を浄化してくれる作用がありますので、水蓮鉢の水をきれいに保ってくれるんですよ。7月から10月まで楽しめる美しい薄い青紫色のお花も魅力的です。生育旺盛で成長速度も速いので、約30センチの水蓮鉢に入れる場合は1つから2つ程度にしておきましょう。ランナーでどんどん増えるので、あまり株を入れすぎるとすぐ鉢がいっぱいになります。寒さには弱いので基本的に一年草扱いとなります。生命力が強く、しっかり日光を当てれば育てやすい植物ですので、初心者の方にもおすすめです。動画を最後まで見てくれてありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。